かっこいいね。そう、あの木箱があるからさ、先飛びが難しくなるんだ。ガゴンっつって先飛びのタイミング変わっちゃってさ、ふざけんじゃねえよと思うんだけど、それでもガイルステージがいいんだよ。龍拳ガイル、うん、龍拳ガイルいいね。龍拳ガイル、キャミー、うん、バイソンステージも好きだけどね。一番不人気はね、何なんだろうね。インド？インドか。ダルシオンパオーンって昔だよ。X とかだと多分ないよね。初代が一番うるさかった気がするな、パオーンパオーンって。パオーンうるさい、うん、なんかゲームミュージック聴きてえな。ただただゲームミュージック聴くだけの日を作りたいな。怒られちゃうのかな、ゲームミュージック勝手に聴いたら。みんなでゲームミュージック聴かない？そうそう、いや権利とかさあんじゃん。そのゲーム起動してれば問題ない。いやそのゲーム起動してれば問題ねえけどさ、持ってねえじゃんそんないっぱいゲーム。あ、ミントさんに引いてもらおうか。ミントさんに引いてもらおうか。ロマサガ、そう、ロマサガ3がさ、やってたってたじゃん、入院中に。でも、ストーリーも、ヘッタクルもねえじゃん、あのゲーム。でも、一生さ、ザコ敵をさ、ザコ敵で戦わされるゲームなわけよ。一生ザコ敵攻撃して、ザコ敵攻撃してんだけど、ただね、本当にね、憎らしい称号なんですけど、残念なことに、誠に残念なことに、曲がいいんだな。曲がいいんだな、ロマンシングサガは。もうそれ一個だけで許しちゃったもんね。あ、オッケーオッケー、もういいよ。曲がいいだな。あれで曲がゴミだったらマジで暴動起きてるぞ、あのゲーム。あれで曲が臭だったらマジで暴動起きてると思うけど、あのゲーム。
一生ザビと戦ってんだからさ。でも正直ゲーム性どうこうとかよりも曲の方が偉い。これはごめんなさい。バトルシステムとかストーリーとか難易度のバランスとかどうでもいい。曲の方が偉いんだもん。残念なことに。これはもう孫うことだけ真実。番号ゲームの予算は作曲家に使うべき。ああそうだよね。マジで重要すぎてやべえよな。ロマサガシリーズ初めてじゃない、全部やってるよ。てか俺言うて昔相当スクエニ信者だったから全部やったと思うよ。ルドラの秘宝、バハムトラグーンとかもやったしね、クロントリガーももちろんやったしさ、サガフロンティアとかも全部やったよ。全部やった。うん。ええタケシいた。リーダーおった。たけし。いや、なんか思ったんだけどさ、ミートさんってその価値のさ、その時々での価値の変動えぐいよね。例えばさ、あの8人部屋の時のさ、ミートさんってもうゴミなわけじゃん、価値としては。クズ鉄並みの価値なのに、ちょっとこうゲームミュージックの話とかになった瞬間に、めちゃくちゃ価値が上がるじゃん。うん、すごいよね、振れ幅。なかなかないぞ、8人部屋1人放置って。ビットたけし。あ、ビットたけしいいね。ミントさんのメガロマニア。え？何それ？それはちょっと興味ある。メガロマニアってあの、サンズ戦だよね。8人部屋って何？やめたれ。8人部屋の話すんな。メガロマニアと違うゲームになる。あ、ライブアライブか。あ、ライブアライブの方か。川野が竹槍構えてる白黒写真、なんだそれ。メガロンバニアじゃない方ね。どっち？ちなみに。え、てかどっちなの？タケシが引いたのはどっちなの？あ、サンズの方？あ、メガロンバニアを引いたんでしょ？ああ。
うわーめっちゃ興味あるな。かっこいいもんなあれ。サンズ今からやって、いやもういいだろ、く音楽だけでいいだろ。奇形獣のミュージックルーム、奇形獣ってなんだっけ、俺が前回やったやつか。あ、前作ね。あ、奇形獣。なんで東宝のミュージックルームをはしごするんだよ。これか。いいはしごだね。贅沢なはしごだね。やっぱゲームミュージックっていいよな。あ、これ音小さいな。40ぐらいでいいか ?45 だな。久石触れ始めた。久石が今毒持っとるぞ。久石が今足立区のチンピラを5000万で雇ってるぞ。うん、殺すために雇ってるぞ。二面はやめてください。頼む、二面だけはやめろーつって久石が叫んでるよ。二面だけはやめろ。まあこんなネタにされちゃうぐらいだから、やっぱ久石先生はもうすごいですよね。いやだってマジレスしたら、だってすごすぎるでしょあの人。マジレスするとすごすぎるじゃん。うん、俺最後に、まあ俺がじゃあ罪を犯すとするじゃん、仮にとんでもない罪ね、なんかもう本当なんか人とか殺して食いまくったみたいな、で死刑確定して、で最後死ぬ前に、なんかお前の好きな曲かけていいぞって言われたら、久石さんのなんかでお願いしますって言うもん。絶対。久石さんの曲、どれでもいいっす。もう久石さんのお願いします。ってぐらい、やっぱこう、なんかこう、子供心に刻まれてるよね。ノスタルジーも込みだけど。天外魔境2、天外魔境2、そこで流すのかな。まあ素晴らしいですけどね、天外魔境2もね。
刑務官の鼻歌、どれ、刑務官がどの鼻歌をするのかによるね。あの、安田成美のあれとかだとちょっと辛いね。あ、あれ選手なの？あ、てか、あれ選手じゃねえのか。風の谷のナウシカってあれ、安田成美が歌ってるやつってあれ、久石譲？違いそうだよね。あ、やっぱ違うよね。なんか違うもんな。雰囲気違うもんな。うん、ジブリってだけか。安田成美は乾麺だ。そう、これさ、一面なんだよ、これ。これ一面なんだよ。言ってんじゃん。あのさ、フレンチ食いに行ったら、一発目にさ、格子のテリーヌが出てきちゃったのよ。もう大間違いだもん、順番。この人。まあ俺も食ったことねえけどさ俺も食ったことねえけど甲府市のテリーヌ食ったことねえけどなんか何でもいいけどさ、ああ何でもいいんだけど、とにかくそういったいやわかんない、いやわかんない、もしかしたら食ったことあるかもしれない、記憶にね、あんま記憶にない。子羊か、あ、子羊か、あ、じゃあ子羊だ。さ、ちょっと待て、これさ、東宝さ、プレイしなくてもさ、これ買っとくべきなんじゃねえの、このミュージック用に。今気づいちゃったかもしれない。そういう人いる、結構。まあそうだよな、ゲーム難しいからね。プレイしないと解放されない。余計なギミックはいらんのだよ。未プレイでも聞かせろや。難しいじゃねえか、の割には。CD 買え？いや、なんか違うんだよな。CD 買うのはなんか違うんだよな。あれってか、ちょっと待って。ラスボスの曲聴きたいって言ってた人いたね。それなんだっけ？これ？ラスボスの曲ってこれ？あ、違うな。これ？違うな。これか？あ、これか。あ、懐かしい！あ、偶像？
これ EX か。え？ボムが効かないおっさん。ああ、はいはい。いたね。ボムの効かないおっさん。ボムの効かないおっさんってすごいよな、よく考えると。これボス戦か。すごいよな、でもな。だってこれ前作だもんね。こんだけずーっと作り続けて、ちゃんとこのクオリティ出してくるんだもんな。すごいよね。風神力聞いてみませんか。聞きてえな。聞いちゃうか。勝ち。ゲーム画面しか見えてない今、もしかして。ゲーム画面しか見えてない？あ、OK。じゃあいいや。これで。何？風神力？あ、これか。めっちゃ上に来てんじゃん。2020年5月6日って書いてあるけど、これでいいのかな？こんな新しいの？東方風神力？全部新しいね。え、2020年って書いてあるけど。おかしくない？あ、スチームの発売日か。あ、なるほど。カートに入れる。あいー。なんで1日に東方2個も俺はダウンロードしてんだよ。いやー、マジでゲーム音楽っていうこの、なんだろう、知らないやつはゲームの音楽をよく分かってないやつは、もうかわいそうだな。哀れ。あまりにも哀れ。ちょっと、あれ、これなんだ、なんで？どんな奏者？まあ、あいつはそれ以外の部分でも哀れだからどうでもいいんだけどさ。このゲームミュージックのところに触れてない奴らは本当、かわいそすぎる。かわいそす。ギザかわいさす。
ちょっと、風神録ちょっとやっていいですか？なんか、ちょっとおかしいけどな。新作ほったらかしにして風神録やるってのおかしいけど。ちょっとさ、曲聴くためだけに、風神録を、てかさ、イージーでやるとかあんのかな？ちょっと待ってね。ちょっとじゃあ一回、キケージュを、あれ？消しました。貴様が噂の風神録か。どれ？どれ？来た。いじる？さすがにここはイージーでいく？女の子。かわいい。なんだこれ。あれ？このところは弾かないとかあるの？なんだこれ？あれ？これ OK だな。で？あれ？ちょっと待って、とりあえず一旦。キーポン変か？あれ？聞かねえな。マジか。Steam の設定、うわめんどくせ。じゃどうすればいいんだ。やり方教えて。やり方教えて。どうすればいい？今画面見えるよね。ライブラリ、オッケー。はい。コントローラー設定。これじゃダメなのかな？ダメか。
ビッグピクチャー。一つずつ設定。こういう感じ？これだってる。ゲーム再起？なんで？ビッグピクチャーモード。で、どうすんの？コントラー設定か。ん？設定？コントラー設定だよね。オッケー、これでオッケー。じゃあ、ちょっと待って、ね、で、これでどうだ。ダメだな。ピクチャーから起動しないとダメ。で、ピクチャーで。で、こっからどうすればいいの？ライブラリー。こうか。これでいいのかな？ダメだな、動かねえな。
トローラーに。なんでなんだ、動くよね。なんかマウスとなんかこれが多分これなんか変に連動しちゃってんだな。今刺さってないかな、シフトタブ。シフトタブ出ないな。あ、ゲーム中にシフトタブね。で、コントローラー設定？合ってるよね。え？十字キーのところをスティック移動？いやー動かねえなー。まあキーボードでやるとしたらキーボードでやるわ。なんとかなるっしょ。イージーにしとけば。画面ちっちゃ。ショットはどれ？ショットが、ちょっとむずい。
出てくる敵知らないかな。慣れねえな、操作に。ちょっと待って、これキーボードきっちいな。さすがにやりづらいすぎるな。コントローラー設定の×がスペースになってるからキーボード認識？どういうこと？コントローラー設定の？どういうこと？どれ？どこ？右下の×ボタン？これ？これでいける？エンターいくんだ。画面ってこのサイズで合ってる？
画面ってこのサイズで合ってるか、ほぼほぼ。本当？ちょっと待ってね。あれ弾がね、あれボタンの設定してねえや。ショットが、ちょっと待って、ショットがなんだっけ、Z か。で、違うな。ここが Z か。 Z にして、ここをボムってどれだっけ？ X か。で、で、シフト、ここはシフト、あれだ、ここがシフトで、そんだけかな？他なんかあったっけ？ボール好き。これでいけるだろう。これどう？あ、これいいや。これが風神力ですか。てかさ、ちょっとごめん、ビッグピクチャーモードってさ、これさ、多分これラグいよね。気のせいかな、俺も。
これなんかね、ラグを感じる。多分これラグ。で、これでいいんじゃないかな。聞かなくなっちゃったよ。なんだよ。何なんだよ。ちょっともう頑張るしかねえな、これ。キーボードで頑張るわ、これ。曲が聴きてえだけなのによ。イージーモードでも曲を聴く余裕があるな。
あれって理由ってないのこれ。あ、できんのか。やっぱイージーだと結構いけんな。確かになんか、なんか曲の気合、作り込みっていうかなんか気合を感じるね。一面たりとも気を抜いてない感じがあるな。当然なんだろうけど。ずっとすごいよ、なんか。
一応ボム使っとくか。やり直しになっちゃうもんね。もうわざと死んだ方がいいな、多分。わざと死んで、うわあ、
ていうかこれイージーなんだよな。弾あった今。あ、これこのオフ出そうか。難しい。え、全然難しいんだけど。え、本当にイージーこれ。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、もう一回。
全然イージーじゃねえ。全然イージーじゃねえ。熱くなってきちゃったよ。曲聴くどころじゃねえよ。てかボムの数わかんねえな。まあいいや。米粒の数だよ。これイージーじゃねえんだよ。
やったよ。もう、このイージーじゃねえだろこれ。だってキーボードじゃないとできないんだもん。なんでミュージックルーム行けんの？曲聴けないでしょまだ。聞けんのかい？聞くわ、じゃあもう。あれ？こっちか。めっちゃ、あれでもハデナになってるよ、大丈夫？アテナも聞けんのかよ。
聞いたことあるんだこの曲。これ有名じゃない？やっぱそうか、聞いたことあるもん。これってさ、いつの曲なの？いつの作品なの？2007？ ?2007 っつうことは出てねえな。ストックギリギリ出てないね。俺があれだな、一番何もしてないでな、何もしてないことないんだけど。これは有名だな。ゲームミュージック聴いてるだけでいいな、モロの人生。はあ、プロの聴き手。なんていい人生。本当だよな。いや、こういう時間作ろう。ただゲームミュージックを聴くという、ただそれだけの時間を作ろう。あ、これエンディングなんだ。どの曲が良かったかな。
ちょっと序盤の方ゲームに集中してたから聞けてなかったことをちょっと序盤も聞いてみるか。これ人気ありそうだね。確かに。かっこいいね。三面かっこいいな。
うん、これもかっこいいな、妖怪の山も。これはサナエのテーマか。
なるほど。どうやってんだ。なるほどね。ちょっと入れ。